ようこそ我がファクションへ。また見ることになるとは。我がファクションも人数が増えて賑やかになりました。みんな正気なのか？まあ自由奔放なファクションだし人が増えるのはいいことじゃない？まあ見向きもされないよりは人がいてくれた方がいいよな。そういうことそういうこと。で今回どうするんだぜ？今回はついに終末戦争第2弾が始まりましたので、そちらの実況をしようかと。ほーん、結局どこにしたんだ？今回は一番人気がなさそうなマザーハーロットにしたよ。ツイッターで公式アカウントが次回攻め込む場所のアンケートを取っていたんだけど、お台場が一番人気がなかったんだよね。ほーん、競争相手が少ないからいい順位目指せるかなと思って、意外としたたかだな。それにホルスアウト、リリムインってコメントでもらったから、急遽リリムとついでに声優も作ってみました。さすがにレベルマックスにはできなかったか。ちょうどザントマンとジャックリパーをマックスにしたばっかりだからタイミングが悪かったね。それはしゃあない。それじゃあ前哨戦行ってみよう。こいつらは補欠チームだね。補欠チームでもある程度は食らわせないとなかなか順位が上がらないから頑張れよ。まあ頑張ってみるよ。最低限、衝撃魔法さえ唱えてればボーナスポイントが加算されるから、そこだけは守るようにしないとね。ほんそれだぜ。って感じだな。まあ間に合わせメンバーだからしゃあない。倍率が 6.55 倍か。まあ補欠にしては9大点だね。さてマザーハーロット、出てこやー。合計4万6000くらいか。まあこんなもんかな。ツイスターが運ゲーすぎる。ランダム攻撃だからしゃあない。合計124,280。どうなんだろうね。運ガチ勢の人から言わせたら落第点だと。悲しい。それじゃあ一軍チームに残りの運命を託してみますか。今回はいいダメージを与えられるといいな。頑張る。目標は25万を超えればまあいいかな。いけるっしょ。わかんない。
この調子でいけば倍率7倍は超えそうだな。欲を言えばもっと欲しいけど、無理かな。スコア倍率は 7.05 倍か。まあ9大点だね。よし、マザーハーロット出てこやスコアは26万5898。スサノオ様様だな。ほんとそれ、スサノオいなかったらきっついね。だよな。個人累計スコアが39万178。上位10にも満たなかったよ。マジか。前回の雷部門では上位10に入ったのに、衝撃の方が競争率が高かったのかな。そうかもしれないな。まああとはファクションのみんなとのんびり戦っていきますよ。この動画を見ているみんなもよかったらどこに攻め込んで、どれくらいのスコアを叩き出したかコメントで教えてくれだぜ。コメント待ってます。チャンネル登録もよろしくしこ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。